どうもこんにちは、いつもガンダムマーク5で成し遂げたいオンドレアスです。今回はガンダムマーク5とパラスアテネの復刻イベントがあるので、ガンダムマーク5の方を使っていきたいと思います。ガンダムマーク5のレベルがやたら高いですね。もしかしてフルマス、覚えていない。クールタイム要員兼お供にはグフランバラル機を連れて行きましょう。戦場はニューヤーク対岸の銃火、雪合戦を乗り越えて D 角を叩き込むエキサイティングなステージ、投射費。システムを起動しています。機体データ構築開始。接続完了、スタンバイ。検討を期待します。行くぜー。ちょいちょいちょい、引っかかりすぎー。なんで先に出たやつが後ろから出るんだよ。今回持ってきたマーク5はビームライフル D3、単ミサ、D 質格闘装備ですね。久しぶりに使うためいろいろ試してるところなのでビームライフル持ってきてますが、このビームライフルあんまりなので、拡散ビーム砲積んだ方がいいと思いますね。いまいちな理由は射程の短さとロック値の低さかなって感じ。おーおい、初動の引っかかりのせいで拠点踏めなかったんだけど、ビームライフルは思うよりも光線可能距離が短いので拡散ビーム砲でやべえダウンポイント押し付け、単ミサと合わせて使うとガンオン屈指のダウンポイント押し付けマシーンとなることができますね。ジオに振るぜ、ダウンポイント関係ない機体だらけなガンオンやばすぎー。いてていてて、死ぬな。このままでは、ナイスヘッドショット、ダメだこりゃ。はい、今の初動でなぜ DPPS お化けのマーク5が戦場にあんまりいないかお分かりいただけたかと思います。ご覧のように召喚戦場を占める主力はジオ、フルデルナタンク、どいつもこいつもダウンポイント関係ないので仕留めるにはよろけ向こうを黙らす強化力が必要。グレミーやヌーベルはそれをも黙らせる奏者があるので強いですが、マーク5で黙らせるには、格闘フルしかないですからね。コストの高さも不人気の理由。トハエトップクラス機体と比べると見劣りするだけで十分強いかなと思いますね。拙者爆風ゲロビ許さないマン、切り込んでいく所存。未だ、D 角振る気満々のイノシシ特攻。支援機もいない?チャンスタイム、いつしか、まあ十分十分。まあこのよくわからん特攻がキルデスク割れるだけの自殺行為なのか戦局を切り開く未来兵の翼なのかは、味方によるって感じですかね。このゲームマジで突っ込んだら続いてくれる場合とそうでない場合の差が激しいですからね。いい感じに押し込み出してますね。ゲージ負けてるけど6取れば半分積みみたいなところあるから、6安定させればまだまだ勝ちの見込みはあり、このタイミングでジオー。ナイス6取り、あとは任せてくれたまへ、決戦区 6? まあここ取られてたら非常にやばいからね、わかる、わかるよ。単位差の強いところはとりあえず打てばキル取れるところですね。回復してほしい?悪魔さんその1は、ですよねー。いやほんとひどい武器だで、かなりやべえ場所だけど踏まないと取り返されちゃう。あ、なんでやられた?爆風ゲロビ、エフェクトあったか?エフェクトないやんけ。こんなん避けれるわけないやろ。はあほんまガンオンってか。あっあれはマチルダさん。これはおしゃぶり召喚の血が騒ぎますね。地上も制圧しててチャスナもいないから快適な空の旅。おしゃぶりモードスタンバイ。マチルダさーん。地下が結構苦しくなってきたから出した感じかな。でも地上完全制圧されてるんで。ジオ捕獲成功。一斉射撃だ。序盤のジオも冷静に海蛇撃てば止められたんだがナーグフの連動不足でございます。そしてこういう時にマシンガンのリロードがむずがゆいですね。マシンガン2個済みの海蛇が強いかも。でもやっぱ海蛇格闘あってのグフって感じありますよね。ちなみにバルカンは速射型の方、長く撃てるチンタラマシンガンじゃない方ですね。もっとだ、もっと来い。未だ、海蛇格闘でボッコンボッコン。今から爆風ゲロビで気持ちよくなろうとしたんですね。許しませんよ。このグフは地味に婚活。帝国とは思えない連撃でも余裕のグーッと容量。タンクー、逃がすかよー。支援キー、イスキー。ダークネスフィンガーモード。や、完全に舐めてたー。はい。さっきの上からだいぶ裏取りがいい感じだったのでトライアゲインしていきましょう。今回のグフの特性は3つとも婚活。
じゃあ格闘持たないわけにはいかないよね。マーク5はシールドガーダーとビムッシュ。正直拡散ビーム砲に乗らないしビムッシュが外れなんじゃないかなって思う。バレないように忍び込みたいところですが、バレてないバレバレてらー。行くしかねー。禁止役、鮮やかな海蛇ラストショットでございました。やっぱ地上もある関係でレーダーあんまりみんな見てないですね。さっきのリベンジじゃいこの熊野郎。追撃追撃、いてててて、リベンジならず。なんかグフばっかり活躍してんな。最近の動画メインで入れたワズの機体よりサブの機体の方が活躍してる問題。上で数拠点を踏んでる敵がいますね。駆逐しに行くぜ。ステンバイステンバイ。爆風で何も見えない、鉄発見、重い指令海蛇格闘、ぬえぇ、いててて、アーマは普通にテイコスなんでやめてください、死んでしまします。見える、ミニに逃げろー、ダメでした。クマさん助かるわ、やっぱ支援機なんやなって、戦線に復帰します。拠点前まで詰めれてますけど、あと一押しが足りない感じですね。まあどう見ても出たら即溶けする感じありますしなー。こういう戦いになるとバーある感しかないグフ君は辛いところ。どうにかこうにか隙をかいくぐって突するしかないですね。とりあえず裏道をクリアにしたい。おっおっおっていい感じなのでは、やっと動画君が頑張ってますけどこの場所だといつ格闘が飛び出してくるかわからないので怖いですね。よーし飛び込むぞ行くぞ行くぞ。あ。なんやこれめっちゃおるやんけ。絶対絶対。よし。アーマーも回復。テイコスの命は投げ捨てるためのもの。行くぜー。海蛇スタンバイ。下からの味方がヘイタ引いてくれてる。絡まったー。マジか完璧な海格闘機やったのに。来るなら来い。来る。来ない来ないな。しゃぶ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 。いいですね。機体投げ捨てれば投げ捨てるだけ刺さるなこれ。ガンガン行こう。メイン通りは防衛も厚いですからね。裏から行きましょう。今のところアッガイの頭をぶった切るしか見せ場のなかったマーク5くん。先に突してくれた人がレーダー壊してくれましたね。ナイスナイス。殴り放題なのでは、あかん。リスポンに見つかった。もう少し場所考えるべきだったなこれは。先ほどの突ルート何度でも刺さりそうな雰囲気ありましたね。一度刺さることは三度刺さる。ガンオンの突は自分がどうこうより相手が対処してくるか。なので一度させたところは対処されるまでしつこくねちっこく攻めましょう。おわわわレーダー全然見てなかったは。ヒットエフェクト。まだいるか。危ない危ない。たまたま味方と足並みが揃ったので命拾いしましたね。上から攻めるか下から攻めるか、意識的に近い上からに行きがちですが、今レーダーがないので裏に回れる遠回りの下コース、これっけない、いいタイミングでミノフスキーもかかりましたね。バレてない、バレてない、ギリギリまで隠密隠密。バレたー。ドラララララからの空中ラルグフレンダウン。もう一つおまけにズドーン。いいですね。硬直の少なさが低コスとは思えない。玉切れしたので防衛に嫌がらせ。やってもうたー。このデッキでこのクールタイム、どんだけ突っ込んでんねん。クールタイム開けたぜ。早速突っ込もう。学習しない。また6押し返されましたね。こここうなりやすいよな。地下から回り込めるようにすべきだと思うわ。味方強いんですぐ取り返せそうだけどな。空振りやばいやばい。あと1機忘れていく。オーケー。フルアーマーマーク2。フルぜ。7号機。この辺がライン支えてるんで積極的に狙っていきたいところ。あっさり取り返せたし歩兵力満時って感じだ。さすがに裏側も防衛厚くなってきましたね。そりゃそうだ、タンミサの暴力見せてやるぜ。一度でダメなら二度羽ばたけタンミサ。はい強い、よーし行くぞ行くぞ行くぞ。ゴーゴーゴー、タンミサかあらあのー、びっくり威力格闘 B 格。あーやっぱ格闘は振る場所考えないとなー。マジで拡散持ってきたらよかった。ちなみにマーク5くんの D 室格闘や米範囲に加え威力 8250×3 という格闘機かおまけの何回ルー。表示着弾か。やばいですよ。ナイス1回。やっぱ1回なんやなって。下突も刺さってるからこれはもう終わりかも。終了。はい。
ということでラルグフで成し遂げるって感じになっちゃいましたね。がはは、マーク5いいんですけどね。340コストって多分長生きさせるなら360コスト以上の方が強いし、使い捨てて稼ぐなら320以下の方が強い、最も死んでるコスト帯なんじゃないかなって思いますねー。まあ今回は拡散積んでなくて本来のパフォーマンス出せてないので相棒変えても一回やりたいですね。それでは今回はこの辺でー。